はい、今日の「一問一答」ですね。「介護支援分野、保険給付の種類、手続き、内容。居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として次のものは正しいか誤りか答えよ」問題「特定福祉用具の購入」「特定福祉用具の購入」これの答えは誤りとなります。 分支給限度基準額というのはこの限度額の範囲内であればサービスを好きに組み合わせていいよという上限枠のことになります訪問ニーズが高い人通所ニーズが高い人ショートステイを頻繁に利用したい人など利用者さんのニーズというものは様々ですねなので限度額を決めてこの範囲内であれば好きに組み合わせて使ってもいいよという仕組みが取られていますこの対象にならないサービスというものがいくつかあります 区分支給限度基準額の適用対象外となるサービスですね。これは3つ押さえてください。まず1つ目、居住系サービス。2つ目にオリジナル限度額サービス。3つ目にオンリーワンサービス。この3パターンになります。居住系サービスとオリジナル限度額を持っているサービスとオンリーワンサービス。この3つというのは、区分支給限度基準額の適用対象外となっております。 では1つずつつ見ていいいきたいと思います。1つ目の居住系のサービスというものは全部で8つあります。介護保険施設の4つ特養老犬療養型そして新しく始まる介護医療院と4つですねそれとグループホームそして特定施設そして地域密着型介護老人福祉施設地道の特養ですねそして地域密着型特定施設 緻密の特定施設この8つになりますこれらの事業所施設に入所入居している人、まあ、居住している人というものは、まあ、その施設の中で必要なサービスを受けられる必要な介護や機能訓練療養所の世話というものがその施設の中で完結するということになります。特用入所しているという,人というのが他のデイサービス併用することはありませんね。 サービスを組み合わせて使うという概念そのものがそもそもありませんので区分支給限度基準額は必要ありません。よってこれは対象外となっております。次にオリジナル限度額ですがこれは住宅改修費支給限度基準額と福祉用具購入費支給限度基準額のことになります。この2つのサービス住宅改修費と福祉用具購入費についてはですねそれぞれオリジナルの限度額が用意されていますので。 区分支給限度基準額は対象外、関係ないということですね。で最後のオリジナルサービスというものですが、これは居宅療養管理指導のことになります。居宅管理居宅療養管理指導というものは、お医者さんや歯医者さん、薬剤師さん、歯科衛生士さんなどが通院が難しい在宅の利用者さんのお宅にかかって、療養管理などについて具体的な上限、アドバイス、指導を行うというサービスになります。 これは医療系サービスになりますので、他の居宅サービスで賄うことはできません。オンリーワンサービスとなっています。代替性がありませんので、これは区分支給限度基準額の適用対象外となっています。つまり区分支給限度基準額は無視して別枠で使うことができます。居宅療養管理指導は別枠で使うことができると。このようになっています。まあ大きく見ると、この3つですね。居住系サービス。 オリジナル限度額サービスオンリーワンサービスと、まあ、細かく見るといくつかありますが大きくはこの3つを押さえておくといいと思いますちなみに今見てきたのはサービスになりますが、まあ、2階建ての1階部分ですね居宅介護支援とか介護予防支援ケアマネジメントのまあプランを立てるところになりますがここというのも もともと十割保険給付となっております。利用者さんの負担はゼロですので、まあ、そもそも組み合わせるという、ね、概念がありません。これも、区分支給権の基準額の適用対象外となっております。品質ですので、抑えておきましょう。この設問にある福祉用具の購入というものは、オリジナル限度額の一つになりますので、区分支給権度基準額は適用にならない。よって、この設問は誤りとなります。 解説は以上です。